ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。どうもこんにちは、ミスターお口です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日のお話ですけれども、私がそうですね、これも、ショーを始めて間もない頃によく悩んでたことですけれども、短いショー、例えば10分、15分、20分ぐらいのショーだと、まあうまく、いい感じのショーができるんですけども、30分、40分とか50分、どん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 ショーの時間が長くなると、漫談を見てるお客さんの集中力が切れてくる。まあ、子供たちが騒ぎ出したり、まあ、大人の方だと、寝始めたりとかね。まあ、時間が長くなればなるほど、人っていうのはこう、やはり集中力が切れてくるっていうのは思います。それはどれだけまあ面白いショーであっても、ずっとこう、時間がないっていうのは、非常にこう集中させるのは難しいということに、まあ、気づきましたね。で、どうすれば、この集中力を切らさないようにお客さんを、長い時間、長時間でも見てもらえるようにするか。で、これは一つ、いい方法があります。で、まず大事なことは、やはりショーの構成ですね。ショーに変化が必要です。で、変化がないと、人っていうのはやっぱり退屈になります。で、一番変化をつける、まあ、イージー、簡単な方法があります。それは、私が、よく使うのは、曲を、音楽ですね。音楽の曲を使ったネタと、曲は使わずに、喋るだけのネタ。この二つを、交互にやるっていうのは、非常にいいやり方だと思います。まあ、ペースで言うと、まあ5分おきぐらいですかね。5分間曲に合わせたネタがある。その後にまた5分間喋るだけのネタがある。またその後に5分間曲を使ったネタがある。その後にまた曲を使わないで喋るだけのネタっていう感じで、こう交互にうまく、入れていってやると、お客さんもこう、うまく集中力が途切れずに見てもらいやすくなりますので、ぜひともこれを使っていただきたいと思います。ありがとうございます。